亜美先輩が勧めてくれた映画あったじゃないですか、フレンチアルプスで起きたこと。ああ、はいはいはい。バカな、見た？見ました。もう爆笑だったでしょ、あの嘘泣きのシーン。バカだよね、あの旦那もさ。翔ちゃんと登山行った時起きたんです、フレンチアルプスとほぼ同じこと。え、落石があってこっちに岩が転がってきたんですけど、その時翔ちゃん私のことほっといて逃げたんです。映画見た時はこんなことあるはずない、翔ちゃんだったら絶対私を守ってくれるはずだって信じてたんですけど。守ってくれるよ翔くんなら。その時は何か魔が差したんじゃない？魔が差したって、フィアンセの私ほっといて逃げ出すってどんな魔ですか？いや、わからないけどさ。しかも何が最悪って、結局落石がそれて私が大丈夫だった後に、なんで自分だけ逃げ出したのって聞いたんですよ。そしたら逃げてなんかない、言い訳しながら嘘泣きし始めたんです。そんな男さっさと別れちゃえばいいじゃんね。でもいい子なのよその翔ちゃん。確かにちょっと頼りない感じはあるんだけど、うん、性格いいし、若菜のわがまま何でも聞いてくれるし、稼ぎはいいし。あー、それ大事でしょ、うん、だからこんな1回のヘタレ事件で別れるなんてもったいないんだって絶対。あ、ね、美穂も来てよ。え、明日2人を襲うならず者を演じなきゃいけない。ならず者？何それ。若菜に頼まれちゃって、その翔ちゃんがちゃんと若菜を守ってくれるか確認したいんだって。それで神が2人を襲うの？仕方ないでしょ、若菜バックトゥザフューチャーの大ファンなんだもん。いや、それならミノルとかオートに頼めばいいんじゃない？ダメダメ、あの2人は意気込みすぎて失敗するの目に見えてるし。あー、見える見える。ね、お願い、美穂だったらいいけど私迫力足りないでしょ。いや、足りないけど。美穂の声ハスキーボイスだし、ちょっとヴィランっぽいんだよね。何それ。階段から踊りながら降りてくるし、そういうとこジョーカーっぽいし。ねえねえねえ、お願い。分かった。え、本当に？うん。その代わり何着てってもいい？え、いいけど。最近一目惚れした秋冬物のコート買ったんだけど、早く着たくて、なんかいい機会ないかなって思ってたの。迫力ありすぎっていうか。でも迫力あった方がいいってのは亜美じゃん。そうだよね、迫力ある方がならず者感あるよね。ならず者 with style ね。って数えたら一緒に出て襲いましょう。ワンツースリーね。いくよ。ワンツー。さあ！美穂。え？ワンツースリーで出るって言ったじゃない。だから三で出たじゃない。三の後一拍置くでしょ普通。はあ？何その包丁。ああ、いや、ならず者で検索したらマスクかぶった王とか包丁持った画像があったから。え、ハロウィンかな。いや、スクリーム。やっぱ婚約破棄する。若菜が電話出てくれないんです。当たり前でしょ。
ならず者に襲われたのにフィアンスほっといて逃げちゃったんだから。え、なんで知ってるんですか、襲われたこと。いや、若なんから昨日連絡あってね。彼女、なんて言ってました。え、残念だったみたいよ。残念どころじゃないでしょう。婚約破棄したくなっても仕方ないぐらいのひどいことしちゃいましたもんね。やめて、そのクソ泣き。もうなんで逃げちゃったの。それ確かにでかい包丁持ったロングコートの女がこっち向かってきたら怖いと思うけど、でも若菜を置いてくとか心配じゃないの。いや、そりゃ心配ですよ。でも逃げちゃうのは反射神経なんだからどうにもならないんですよ。そんな諦め方ないんじゃない。いや、僕だってこんな臆病な自分を変えようといろいろ頑張ってみたんです。幽霊が出るって噂の廃墟の病院に行ってみたり、嫌なもんがいっぱい詰まった箱に閉じ込められてみたり、魔女がいるって噂の森に行って迷ったりとか。そんなことやったの。ええ、だって若菜を守れない自分が許せなくて。でもダメなんです、治らないんです。僕結婚するのやめます。え、若菜は自分を置いといて逃げるようなそんな臆病者と一緒になるべきじゃない。もっと強くて彼女をどんなことからも守れるようなそんな男と結婚するべきなんだ。もしもし若菜、今翔くんと話してるんだけど結構追い詰められてるみたいで、もしかして彼の力になれるかもしれないから私に任せてくれない。電話で相談した通り臆病な性格を直した友人がいまして。ここに連絡して、直してくれるから。え、直してくれるってどうやって。映画を使った構成プログラム。え、この人たちってこんなこともやってるんですか。ええ、3日後には別人のようになってるわよ、きっと。じゃあね。え、3日後？どこ行くんですか？めちゃめちゃ不安なんですけど。もしかして、着いたらその大金のために変なことやらされるとかないですよね。モンストビューティフルアイランドみたいに。もしそうだったらやめて帰る。若菜のために何でもするんじゃないの。やります。止まって。どうも、お久しぶりです。吉川翔。吉川翔です。3日で帰れるんです。携帯。
3日間で臆病な性格どうやって直すんですか？いろんな映画見せるのよ。椅子に縛り付けて無理やり目を開けといて、スポイトで水分補充しながらな。あー、時計仕掛けのオレンジスタイルですね。ちなみにどんな映画見せるんですか？知りたい？はい。あ、やっぱりいいです。マーターズとかかな。まだ2時間ぐらいもあるよ。1時間、うん、映画見れんじゃん。バカな。あ、しんぽい。何してんの？翔くんはあんたのために頑張って構成プログラム参加してんのに。何あいつ。知り合いですよ。どんな知り合い？デリバリーボーイなんです、彼。それって男のデリヘルってこと？買ったの？人聞き悪いな先輩。プレゼントです。プレゼントって浮気じゃない？いや浮気じゃないですよ。昨日バチェロレッジパーティーがあって。バチェラーパーティーの女性版？あ、そう、先輩知ってるじゃないですか。女友達が開いてくれたんですけど、その時のプレゼントなんです彼。信じらんない。あんなに翔くんに愛されてるのに。先輩、映画いっぱい見てるのに視野狭すぎ。は？女は結婚する前に経験ないと浮気に走るらしいですよ。そんなことないでしょ。じゃあテルマ&ルイーズは？マディソン郡の橋は？運命の女は？運命の女のダイアン・レーンは結婚する前から相当遊んでたと思うけど。先輩甘いですね。ああいう女に限って実はあんまり遊んでなかったりするんですよ。だからあんな顔だけの男に引っかかっちゃうじゃないですか。先輩も結婚する前にちゃんと遊んだ方がいいですよ。ダイアン・レイみたいになっちゃうかも。私はダイアン・レイみたいにならないから。あ、どっちにしても翔ちゃんが帰ってくるまでなんで。あ、翔ちゃんには内緒でお願いします。もしもし、翔くん？亜美さん、ありがとうございました。大丈夫だったの？まあ最初は、まあ、気持ち悪くて吐いたりしちゃいましたけど、めちゃめちゃいっぱい気持ち悪い映画見せられて、もう何にも怖くなくなりました。そう、それは良かった。ちなみにどんな映画見たの？ムカデ人間とか、セルビアンフィルムとか、マーターズとか、あと屋敷女とか、アンチクライストとか、炎628とか。あ、ごめんね。いえいえ、全然。おかげで怖いもんなくなりましたし、これでちゃんと若菜を守れます。そう、それならよかったかもね。あ、実は昨日も家に帰ったら若菜がならず者に襲われてたんで、そいつぶちのめして放り出してやりましたよ。ちょっと待って、その余計なお世話かもしれないけど、そのならず者って本当にならず者だったのかな？バチェロレッテパーティーのプレゼントとかじゃなくて。え、バチェロレッテパーティー、なんすかそれ。亜美さん、映画の見過ぎですよ。そうよね、映画見過ぎよね。もしもし。亜美先輩までバチェロレッテパーティー開いてくれるなんてもう嬉しくて。しかもかなりムードある場所じゃないですか。
なんかアイズワイドシャット的なパーティーだったりして。まあある意味アイズワイドシャット的かもね。本当ですか？めちゃくちゃ楽しみなんですけど。工藤若菜ね。はい、若菜です。携帯。すごい徹底してる先輩、すごいですね。キャー、ミッションインポッシブルのジャムみたい。あれ先輩乗らないんですか？あの浮気癖を直すってどんな映画見せるんですか？浮気した女がこっぴどい目に遭う映画ですよね。スキャンダルの覚書とかリトルチルドレンとかですか？知りたい？やめときます。